それでは始めたいと思います。で今日は全試験形式対応青本徹底攻略法という形でお話をしていきたいと思っております。担当レクチャーに講師ブリッジの佐藤です。こんにちは。ではこんばんはですかね。もう6時ですからね。天気も良くなってきましたね。どうかなという感じがしたんですけども、一応青本について読んでいきましょうという講座なんですけどもね。で今日配ったのがまずこれレジュメがありますよね。一つこれレジュメになっておりまして、でこれに従って基本的に喋ってまいります。であとは、このレクのこのこれありますよね。新しく2年目の講座で、できましたっていうのがありまして、一つは納富先生のこれ一貫コースっていう内容ですかね、担当と論文コースって話になっております。あともう一つが宮口先生のこれも一貫コースですかね、担当と論文の2年目以降かなやるって話でありまして、あと私がやってるのが、青本会青本のアルフォン内容って話になっておりまして、ここですよね。一応これ、2つやってるんですよね。1つはもう去年取ってしまったやつでありまして、1個はアルフォン解釈指南ってことでやつでありまして、ずっとこれ喋ってるだけです。音だけなんですよね。で、これに対して今年やってるのは、レジュメがついてるって話になっておりまして、完成版じゃないんだけど、一応レジュメは衣装だけでこのくらいあります。これ衣装なんですけどね、実際は。結構ありまして、他の先生で一番違う点は自分で全部これ作ってるっていう点です。で全部自分で作ってますんで、かなり自分の意見とか思想とか入ってるところがあって、あとは青本の抜粋が結構あります。青本だったらこう書いてあって、実際はこういうふうに解釈していくんだよねとか、あるいは今これ今手元にあるのは衣装法なんですよね。衣装は、昭和34年立法から大改正って話になってるわけでしょ。でこれは改正版について作っております。で現行衣装はこうなっていて、改正になるとこうなる予定ですって、で内容についても大体説明しています。ここはね、で出ていないではないか世の中にっていうんだけど、これは一応皆無等含めてやっておりますんで、衣装関係ね、今実際上こういう形で動いてるんだって話で、できる範囲で喋っております。内容としてはね、だから衣装一番触れる一番最初になるのかなっていう気はしますけどね。今日も2問やってきましたけど、改正衣装で私喋ってますんでね、もう来年から衣装変わるではないですか。また再来年7条関係も変わりますよね。変わるって話になっておりますので、残暑で変わっていくんでしょ。でも一番大きいのは関連とか法対象が全く変わってしまうって話になるので、今まで使っていた担当の問題とか、あるいは論文の過去問題全く使えなく衣装は特になっちゃいますね。あと特許も変わりますよね。かなり変わってしまってと、損害賠償もしっかりでしょ、変わってしまってとなりますんで、今あるものは使えないってことになっちゃうのかなっていうことは確かだよね。でレックで作ってるものはまだ全く対応はしておりません。正直言って入門講座しっかりね、ないしは短期層論期層、まだいわゆる対応する時間が全くなかったんですよね。だって5月ぐらいにこれ改正しますって決まったではないですか。今こんな早く決まるって思っていなかったんだよね。で全部もうこれ作ってしまった後で、改正ですって話になってるんで、まだ現行法のままっていうのが正しいですかね。現行法のまま TPP 関係については一応反映となっておりますけど、それ以降のやつはまだ反映全くしていないんですよね。で特許の方もこれ特実の青本の方はこれ基本的に言うと対応しておりません。私の方も正直に言うと、でもちろん青本20版対応ってなってるんで、そっちを基準として書きましょうねってことでやっていたんですね。だけど一つは TPP まず加盟しましたよね。これやるって段階になって TPP 加盟して、その後で今度は改正法でしょ。さすがに20版だけでやってしまっていいんですかというとまずいかなって思ったわけですよ。だから衣装と商標は全部対応させています。改正法に新法対応となっておりますので、旧法書いてあって新法ではこうなっていて、なんでそうなってるんですかってことを書いてあります。ずらっと書いてあって、これいわゆる投資人の意見とか全部これ含めて書いてあるんで、多分裏はこうなってるはずってことで書いてあります。内容としては衣装とかそれから商標もそうですね、今現状はこうなってるはずって書いてあります。中身としてはね。でそういうことなんで、まず2つありまして、青本解釈資産の方はずっと喋ってるだけっていうことなんで、どうだろうな、通勤とか通学で持って行ってもらっていいのかなっていう感じですね、でこれに対してこっちの新しい方ですね、青本解釈追求っていうのはレジュメがついていてって話になります。レジュメがついていて、でそれに従って喋りますんで、表に顔が出てきて喋るっていうことになっております。中身的にはね。でちょっとこれ見ていただきたいのが、今日配ったまずやつから見ていきましょうかね。
こっちの方ですね。こっちの方、でまず試験制度で必要なものってまず書いてあるんですよね。で国家試験を取得するために必要なものって一体何ですかってまず書いてあります。一つは講義なんだよね。講義で基本帳を見てやるっていう勉強も私は昔はやっていたことがあります。相当昔ね、別の試験ですよ。今から約30年以上前ですよね、やっておりまして、当時は予備校が全くなかったんですね。だから基本帳を中心としてやりましょうねっていう世代でした、当時の試験ってね。まあ、弁理士はちょっと分からなかったけど、当時はね、どうかって分かりませんけど、他の試験をやってましたんで、当時はそうでした。でもなかなかそうすると概要ってつかめないんですよね、なかなかね。だから講義ってその後、まあ、予備校ができて受けに行ったわけですよ。で一応概要をつかむことができました。民法とか刑法とかっていうね、法律の概要です。大体これは分かるようになってってことね。でもあくまでも講義は概要をつかむだけです。これを繰り返して何回も聞いたとしたって、多分ね、論文書けるようになるとか、ないしは担当を全くパッと解けるようになるってことではないんですね。やっぱし自分で演習しなかったら絶対これは無理なんだってことになっております。内容としてはね、まずここを覚えてもらいたいと思っております。だから1番でこれだけで満足している受験生が極めて多いんですよ。まあ、いわゆる2年目の講座を受けました、入門受けました、これで受かるかっていうと受かるわけないではないですか。絶対週何回来てるんですかと言ったら1回しか来てないですよね。それだけで弁理士って大体3000とか、昔は3000ね、時間としては。今1500ぐらいやっぱしかかりますよね。簡単になったと言ったってね。終わるわけないに決まってるわけですよ。どう見たって。ここはね。だから、あくまでも講義だけで終わりって言ったら、これは無理に決まってるわけですね。何度も何度も聞いてもらわないと、当然ダメなんだってことになりますよね。で、復習したいが何をどう復習するか分かりませんって言うんだけど、これ復習用教材が全くないんでしょ。で特に、一番弁理士のこれ業界って、私も出版してますけどね、なかなか出版の機会って恵まれないんですよ。どうしてか分かりますかね。一番は受験生が少ない。どう見たってね、3000のパイがないと本って売れないんですよ。で作ってはいけないっていうか作れないよね。まずは売れないわけですよ。でそれも3冊もこれ作ってるわけではないですか。で9000冊売れないとペイできないってことになってましたね。そうなるとなかなか出版社も改定には乗り出さないってことになってるわけね。いくら売れててもそんなもんしか売れないわけですよ。だから今法学書院の方も今なんだ受験新法って今ない状態でしょ。多分やってないと思うんですよね。だんだんとだんだんとなくなってしまってってなっていて、まあ、いいタイミングで出したのかなって、まあ、携帯シリーズですか思ってましたけど、まあ、今だったら絶対出せないですよ。もう、受験生少なくなってしまっていて、さらにまた減ってるわけでしょ、数がね。まあ、それがありますんで、だからってことね。一番各国家試験の中で問題集はあるかもしれないけど、基本書って全くないですよ。何を中心として勉強していいのかっていうと、全くないと言っても過言ではないんではないでしょうかね。だから講義を中心としてやりましょうねってなっちゃうと思うんですよ。でもね、やっぱり講義と本試験の場ってこれ全く違うんですね。聞いてる内容とか題とか全く実は違っております。これいろんな先生からやっぱ聞いたことがあるんだよね。試験やっていた先生ね、もうかなり昔の先生ですけど、やっぱ違うんだって言うんですよ。内容が違うんだと。今の受験生は教科書すら読んでいないんだっていう人結構いらっしゃるのね。やっぱし昔の先生はやっぱし読んでますから、教科書、ね、高田衣装とか網野商標とか、あるいは特許だったら吉売とか中山とかね、読んでるんだけど、今読まなくても受かりますよね。正直言っちゃうとね、受かるんだけど、やっぱそこが浅いってことをおっしゃってるんでしょうね、多分ね。まあ、それもあるってこともありますね。あとね、問題集と書いてあって、問題集ぐるぐるぐるって回すと過去問って解けるようになるんでしょうかね。特に担当ね、論文もしっかりなんだけど、できますかねっていうと、なかなかこれ難しいんですね。私もやりました。過去問ぐるぐるって何回も何回も回しましたね。で普通皆さん何回やってます、年間に10年分。私はいろんな受験生に言ってるのね、30回やれと言ってます。年間に30回やれと。で30回やってますかね、年間に。で30回くらいやると大体もう読めるようになるんですよ。場面想定とか、ないしは何を特許庁聞いてるのかなって分かるようになるんだけど、多分そこまでやっていないですよね。多くても3回とか4回っていう人結構いますよ。で3回4回はたまたま受かったっていうレベルです。受かったとしたって、本当に分かって受かったっていうのは、まあ、30回40回くらいやると明確にこれ分かるんですけどね。ただ時間もねないってことも確かだろうし、あとは何でしょうね、飽きちゃうってこともあるでしょうね。でまた最近は新作も出てくるでしょう。でもね、8割はだいたい旧作なんですよ。新作といったって改正の部分だけ新作になっただけっていう感じですよね、担当特にね。
って論文は昔の問題で焼き直しが極めて多いです。だからそれは気づいてないだけね。気づいてないだけでありまして、平成14、5年の問題が多分基盤ですね。あそこからずっと出ています。問題としては。もっと古いやつになるとちょっと関係ないかなっていう感じがするんだけど、平成14、5年、あそこから基盤となって出ていますね。今の論文って。まあそうなってるんだけど、多分気づいていないのかなっていう感じですね。ここはね。で、じゃあってことで、担当過去問、やる意味があるか、問題しぐりぐりやったって、意味が全くないではないですかって私申し上げました。でも、やってもらいたいんですね、過去問って。なんでこれ過去問ってやるんでしょうかね。一つはね、これ書いてあって、意味があるかって、意味があるんです。意味あるか使い方のこれ問題だって私書いてあります。使い方が悪いと、ずっとやったって一切解けないって話になってしまいます。ここはね、うん。で、皆さんどう解いてるんですかね。ここね、何度解いても合格点達しない場合があるって書いてあるんだけど、私もそうだったんだけどね。この来てる方はどっちなのかちょっと分かりませんけど、担当受かってきてるのか、ないしは論文これから受けようと思ってるのか、担当もダメだったってきてるのか分かりませんけど、私はまず担当がなかなか受かんなかったです。すごく。で、青本読んだら受かるって合格者の本に書いてあるわけですよ。読んだわけですよ、一生懸命。1年目から。で、大体これ挫折しますよね。読むとね。1から28条で、大体終わってしまって、またリターンするんですよ。で、全然終わらないのね。何度読んでも。でも当時は、今から比べると、薄いです、ページが。で、さらに言うならば、もうちょっと明確に書いてありました。題っていうのは。でもほら、改正が頻繁でしょ。特に条約関係で改正頻繁になってしまって、本当の骨っていうところが薄くなっちゃってるのね。ないしはどこに書いてあるのかわからないってことは結構あるんです。青本って。だから、なかなか受かんないんでしょうね。読んだってってことでしょうね。で、過去問を通しながら、実はこれ、事例解釈しながらやるとよくわかるんですよ。過去問って、どこが出してるんですかね。特許庁っていうところが出してるんでしょ、過去問って。となると、公式な見解だった話になるんでね。この公式な見解一番触れる機会って、過去問でしょう。だって年間で、60問出るんでしょ、かける5出ますよね。300問出るわけですよ。で、10年分やってしまったら、3000シーってやったってことになりますよね。そこをちゃんとね、繰り返してやると、大体は長が言ってる考え方と似たような考え方になるはずなんだよね。で、その補助教材として使うのが、本当は基本書、ないしは青本って話になってくるはずなんです。本当はね。だから私は、本来勉強するんだったら、過去問から中心でやっておくのが一番いいと思っています。担当しかり、あと論文しかり、そうなのね。インプットでは実はないと思ってるんです。本当は。ね。ただそれを実現するためには、なんだろう。バックボーンがないと、基本的に難しいってことは確かなのね。うん。だって、担当過去問って、どう書いてありますかね。ここね。特に書いてないけど、問題書いてあって、何条何項だから丸って書いてあるだけでしょ。じゃあ、すべて条文で所属して覚えてるんですかね。私はね、絶対覚えてませんよ。全く。全然。何条何項に書いてあるからこうなっているんだってことを覚えてないんですよ。だけど、大体立法の趣旨から言ったらこうなってるはずっていうのはこれ覚えてるはずなのね。だから解けてるだけなんです。担当って。うん。あとね、場面想定が大体分かってるはずなんです。分かってるんです。場面想定。大体こういう問題ってこれだから出てるんだってことを考えて解いてますかね。解いてないと担当っていくらやったとしたって全然解けないってことになっちゃうんだよね。この積み重ねが論文につながっていくんだって話になってくるだけなんです。現在の試験ってね。で、一応書いてありまして、論文過去問ってここに書いてあるよね。特に担当過去問は、特に近似は、青本の箇所から出てる場合が多いんだって書いてあります。最近確かにそうですね。結構これ書いてあります。そこから。うん、やっぱしね、裏が取りたいんでしょう。試験員の先生としても。裏がない問題は出しにくいもんね。だってすぐアップになるじゃないですか。アップになって、答えマップになって、問題マップされますよね。司法書士の場合は、1週間じゃなくて、1月後かな確か。問題と回答アップって。うん。で、予備校の回答見ながら直してるって言ってる噂がありますもんね。でも、弁士の場合はこれないでしょう。翌日にアップになりますんで、回答も今日の言った通りって話になりますね。どう言ったって。問題マップになるでしょう。そこはね。うん。となるとってことね、近似は青本から出てないと、これは怖くて出さないってことですよ。間違っちゃったって言ったらどうしようもないもんね。青本とかないしは審査基準ですかね。そこから出てるんだったら間違いがないでしょって当然なるからね。うん。だからこれやるんだって話になるんですけどね。あと論文書くもんどうですかというと、
論文過去問もどう使ってるかってことが重要です。単に解いて書いて終わってしまうだけではこれ全くダメなんだよね。できればここに書いてあるようにまず事例問題とそうじゃない問題ってありますよね。緩い問題、事例問題は担当過去問と同じです。で担当過去問の回答を書くように練習するんですね。担当過去問で論文の問題を書くように練習します。これ繰り返すとね、多分解けるはずですよ、絶対。今の解く実だったら。で、スピードがないってことは多分、担当の問題解く時間が遅いのです、すごく。だから論文も遅くなっちゃうんだよね。できるんだったら、そうですね、希望的観測ですよ。3時間30分あるんだったら担当って2時間半ではなかったら難しいです。やっぱ1時間残すことが無難です。じゃないと、読めていないっていう時間になっちゃうのね、そこは。よく読んでいない。で、確認もできないっていう状況になるではないですか。ね。で、これがどこに影響するかというと、論文ですね。論文のスピードです。まず読めないって話になって、何書いてあるのかなっていうところで答え間違っちゃうんですね。今、特に実は答えさえ合っていて、ちょこっと書ければ合格点絶対つきますよ。うん。で、今年はだって相当受かってるでしょう。530受かってますよね。531か。去年が620でしょう。それまでの年が280ちょっとだよね。で、去年、それから比べちゃうと、全部合わせると2年間でこれどうなってます ?1000 ちょっと超えてますよね。で、前で三振したい人が相当いるわけでしょ、まだ。となると、1300とか400の間で 25% ってなりますんで、相当今年受かるはずなんだよね。300ちょっと受かるはずですよ。200ちょっとではないと思いますよ、どう見たって。で、200の台と300台、これ全然違うんで、難易度って。全然難易度違いますよ。うん、今ある程度はチャンスってことね。で、特に来年は改正法が控えてるではないですか。で、改正法の場合ってそんなに難しい問題出ないからね。出しようがないわけですよ。だって、青本ってこれ書いてありますかね、改正法に。改正文の青本ってあるかなって今出てない状況でしょ。全くないではないですか。うん、となると、担当も多分まま出ると思うんですよ。条文のまま出る。でね、あと論文も多分改正法についてはどうでしょうかね。趣旨問題とかそんなものしか出ないのかなって思いますよ。多分改正本の本が出るのは年明けか年末でしょう。出たとしたって。そこから対策やって間に合いますかね。多分間に合わないと思うんだよね。やったとしたってね。今からやっておかないと実はまずいんだぞってなるんだけど、レクネスは今まだ対応してるものは全くないんですよ。衣装とか商標については特にね、全くないっていう状況でありますので、一応こっちは対応させております。今分かる範囲でこうなってるんだってことを喋ってるはずなんだよね。はい。で、あとですね、論文書くものについてはさっき言ったように、これ、担当問題の演習が必須になると。特に解く実ですよね。あとは、担当論文的に解くんだと。これやってますかね。これができるようになると、すごく点数が上がります。飛躍的に。論文って。うん。で、担当もこれ上がるんですよ。で、私はこれをやりましたね。担当を論文的に解くんだ。で、また逆、論文を担当的に解くんだってやったんです。で、早いんだよね。そうすると、読むのが、すごく。で、やってますかね。こういうことやんないと、多分いつまで経ってもずっと通り受けていって、予備校から逃れられませんっていう状況になっちゃいますよ。これ一番良くないってことね。やっぱし、時間ってやっぱしありますんで、ね。その範囲でできないところはもちろんダメってことになるからね。だから、担当は論文的に解けるようにする。そうすると担当の問題を解いていながら実は論文の勉強ができるんだってことになります。一番のこれ教材ですよ、担当の問題って本当はね、うん、それも基本的な問題を潰すんです。アリュー的な問題で潰してはあんまり意味がないのね。基本問題について潰してまだパターンを覚えておけば解けます。担当の問題って論文もそうで、深く書けるように今度するのね。それをなんでこうなったんですかって書くんです、一つ一つね。私はやってきました。それも今から受かったのは22年ぐらい前なんで、22年前にやりましたね。22年前のちょっと前やりました。飛躍的に伸びました、点数が。飛躍的に伸びましたね。倍伸びましたね、点数がね。倍。それまでは多分、ぐるぐるって過去問やっていて、暗記して、約20回とか30回ずっと続けていっていて、一応問題解いたってことになってるんですよ。なっていたんだけど、解けなかったね。実際上本試験になると。多分それは、場面争点はなくって、担当的な知識がなくって論文的に解くってことはできなかったんでしょう、うん、でこれができるようになると多分論文に資するんだよね。
で、自分の時はこれを6月ぐらいから始めて、12月の末に終わって、論文の問題、論文は全く手をつけてなかったです。ずっとそうやってたんです。半年間。で、いざ論文の答練になりましたと言ったら、急に点数上がりましたね。パッと。だって、単刀論文的に解けるようになったんで、何やっても解けるわけですよ。解いても解いても、何やっても解けるようになったのね。で、その時に使ったのが、アオホンという教材です。で、私の時はもちろんアオホンって、基本教材の一つになっておりました。まあ、吉見とか手前だとか、あれも読んだ後で、アオホン読みましょうねとなっておりまして、これも多分言ったことあるかなと思うけど、2年やってたんですよ。2年。2年シリーズだったのね、当時。128回ありました、講義が。128回です。今そんなことやったらやばいでしょ。128回やって、当てるんですよ、ずっと。で、私はその講義に出れなかったんで、テープで聞いてました。128回って。だから1年目が、特実っていう科目です。60何回ありましたね。で、終わった後で次、翌年度。当時、ダルニっていうところに行ったんですけどね。今もうないでしょ。で、そこに行っていて、その2年目が、次、衣装商標を60数回やりましたね。で、全部128回受けたんですよ。で、それを聞きながら、ずっと見て聞きながらやっていて、あ、こういうことなんだって分かったのが、ちょうど受かる前の年ですかね。やっていたのが。で、やっていた論文の、担当のこの問題が論文の時に解けるようになったってことでリンクし始めてね。何やっても解けるようになったんですよ。で、そうなってもらいたいなと思ってるわけね。皆さんにはね。で、あと、論文の過去問についても、最近の問題はここに書いてあるようにアオホンの趣旨から解いてきますよね。趣旨どう書いてありますかと言ってくれませんかと。で、これも昔は練習しました。長いバージョン、短いバージョン、超短いバージョン、500字、300字、200字ってパッと上といて言えますかね。趣旨を言ってくれませんか。500字、300字、200字、点数に応じていかようにも書けるように訓練しました。で、これできるようになると多分何でもできるようになるんだよね。で、できなかったら長いバージョンを覚えます。長い場所を覚えるんだったら短いのは書けます。逆はできません。嘘を書くことになっちゃうんで、逆はできないんで、短いバージョンじゃなくて長いバージョンを覚えたもんですね、当時はね。で、500字、300字、200字って書けるようになって、何やっても一応できるんだって話になりましたね。一応問題、ないしは事例問題担当ができれば解けますんで、できるようになったんだっていうのが、ちょうど4年目だったかなと思います。4年勉強すれば大体そのくらいになるはずなんだけどね、一生懸命勉強すればね。まあ、当時の試験でも今の試験でも変わらないと思います。そこはね。うん、まあそうなのにね、早く受かる方がいいけどね、できればね。で、あと基本書って書いてありまして、基本書は当時は兄の高田、吉内中山先生なんか読んでいたんですけど、だけど今これ全くないですよね。中山先生ありますけど、難しすぎます、正直言って。うん。明治試験にはちょっと不向きね。司法試験用のこれは教材ですよ、正直言って。ないしは、中山先生の授業2年出たことがあるんですが、東大で。会社で言われて出たことがあるんですね。行ったことがあって。で、その時に、まあ、やっていたのが、ちょうどね、大学4年生に対して、中山先生、工業主義権、ジョーって本を作る前にやっていました。OHP で写すんです。それぞれ。マイページマイページ写しながら説明するのね。説明して、いや、土曜日の次元なのに、こんなに来るのかなと思ったらね、200人以上来ましたね。言いました。自分の学校は土曜日って、まず人来ないからね。誰も。どうでしょう。で、さらに、普通土曜日って普通来ないじゃないですか。2限目ですよ。2限目に200人ずっといるんですよ。で、一番びっくりしたのは、カセットで撮ってるやつがいるってですね。今から30年前のことで驚きですよ。カセットで撮ってるやつがいると。で、聞いたんですよ、中山先生に。どういう人が聞いてるんですかと。4年生が聞いてるんだよね。で、どういう人が聞いてるんですかと言ったら、いや、3年で国一と司法試験受かってるやつが聞いてるんだと言ってるのね。そういう人のターゲットにこの本って書いてあるんだよなっていう本です。今、国立とは言わないよね。国家総合職っていうんですか。と、あとは司法試験受かってる方、九死ね。1% の時代です。で、受かってる方が聞いてるんだって言ってました。教養で聞いてるんだって言ってました。だったら難しいよなって思うよね。普通ね。うん、だから、あれ見て簡単に分かるっていう本ではないんですね。あの本って。そうなってるわけ。で、そうなっちゃうと、今、高田先生もない。網野先生もない。吉見先生もない。で、中山先生は難しすぎるってことになるよね。じゃあ、妥当な気持ちをって言ったら、多分、チャイン先生ぐらいかなって思うんだけど、うん、あれは受験本だよね。体験本ではなくて受験本となるんで、あまり予備校の本と変わらないかなっていう気はします。実はね。はい、となると、なかなかなんでしょうね。この試験って一番教科書が少ないんだよね。
ないと言っても過言ではないですよ。だって見たことないでしょ、教務所ってほぼないですよね。やってる試験士のところ行って探すじゃないですか、司法書士とか司法試験って腐るほどありますよね。民法、刑法、商法とかね、腐るほどあるじゃないですか。だけどじゃあ特許を探しましょうねと言ってもないですよね。全く衣装を見ましょうねと言っても衣装なんかまずないですよね。コンメンタルみたいなものしかないではないですか。教師ではないよね。書いてる先生によって全く違うんだね、書いてる内容って。となるとこれちょっとまずいかなってやっぱ思うわけですね。教師がないっていう状況ですよ。で一番の貢献解釈本って何ですかというと青本でしょう。これ昔から変わんないから、これはね、特許庁の貢献解釈本っていうか、特許庁が特許法をね、特許を作るときに国会に出したこれは答弁書だそうです。もともとはそういう性格なんだよね。答弁書っていう性格です。で皆さん第一版って持ってますかね。私は買いました。第一版って一番最初のすりのやつですね。今の色ではないんです。ちょっとね、もうちょっと薄いんだよね、色がね。第一版って薄いですよ、このくらい。青本ってこれどん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 厚くなっていって45年分も買いました。で45年で1回目の改正ではないですか。買いました、このくらいになってました。で18年改正版このくらいね。で今こんな厚いでしょ。で条約によって全部変わってしまって体系がなくなってしまったっていう感じがします。やってる身としては昔はちゃんとあったんです。書いてあってしっかりと条文単位で説明書いてあって、国内法ではこうなっていてこうなるんだってちゃんと書いてあったんですよ。日本ちゃんと書いてありました。当時も読みにくいなって思っていたけど今はもっと読みにくいですよ。だって関係ないこと書いてあるでしょ。従来とか昭和50年はこうだったんだとかね、関係ないではないですよ、そんなものって。歴史をやっているわけではないしってことだよね。今知りたいものって何かっていうと理由とか現在の趣旨を知りたいわけでしょ。ないしは直近の問題点を知りたいわけですよね。それがどこに書いてあるかって自分で見つけるのが結構時間かかるんだよね、あれって。だから嫌になっちゃったってことになるんじゃないですかね。私も青本は毎年毎年挫折をした口ですよね。ダルディさん のゼミに行くまでは、ゼミとかそのテープを聞くまでは毎回毎回挫折をした組です。だって分かんないもん、見たって何書いてあるのかって。全然分かんないようになっていて、さらに今のやつってもっと分かりにくいね。当時から見ても全部 PLT の改定によってこうなったとかずっと書いてあるだけでしょ。全然これ分かりにくいなっていう感じがすごくするわけね、読むとね。となるとなかなか勉強する機会、特に自習するっていうのができる教材がないっていうのが今の現状ではないですかね。講義に来るっていうのは一つのやり方だよね。でもたった3時間で吸収したとしたって限界があるではないですか。お家に帰って自習しなかったらこれ無理ですよね。どう見たってどんな点差だって受かるわけないですよ、それは、うん。で自習でどうやってやるんですかっていうと、いや勉強の教材使ってやるしかないかなっていうところも少し確かなんだけど、やっぱちょっと違うところもあるんだよね。やっぱ貢献解釈本って絶対必要でありまして、これが青本だって話になってるわけ。ただなってるんだけど、じゃあどうやったら青本って読めるようになるんですかって当然ありますよね。でもちろん今の試験員は全部これ読んでいます、青本って、ね、大体私と同じぐらいの人が今試験やってるでしょ。ないしは私教えた子も今やってるもんね、うん、偉くなったよなと思いますけど、やってますよ、試験やってますよ、うん、またもっと上の先生もやっております。で当然読んでるっていう前提でしょ、青本って。で皆さん共通の認識なんだよね。あのくらい当然読んでろよっていう認識でありますんで、あれが分かりませんって話になるとちょっとまずいからっていうところでしょうね、うん。じゃあどうやって青本を読むんですかってことです。単に読めば理解できるかっていう代物ではこれ全くないんだよね、うん。だって字がずっと書いてあるだけじゃないですか。全然これワクワク感も全くないですよね、読んでもね。つまんないつまんない、うん。でってことね。でじゃあ読破すれば自覚でなんとかなるのかって書いてあるけど、ならないです、正直言って。なりませんでした。だから128回のゼミに行ったわけですよ。行ったっていうかテープを買ったわけですよ。で何とか分かったったら本当のところなのね、実はね。で、じゃあこれ難しいと、なんで難しいんですかというと、改正が極めて頻繁だからです。頻繁でしょう。何年改正でこうなったんだ、何年改正でこうなったんだ、もう数年単位でなってるではないですか、このところって。昔はね、もうちょっとタイムラグってありましたよ、ね、10年改正こうなって、18年改正こうなって、8年改正ぶりにこうなったんだっていうんだったら、前提しっかりと書いてあって問題点があってこうなったんだって分かりますよね。1年単位でなってしまったら、条約に書いてあるからこうなったんだって言われても、えってなっちゃうね。よく分からないってこと結構あるわけですよ、そんなことをね。
で、そこで昔以上に読むのが難しいって私書いてあります。難しいです。説明するっていう場合でもそうだろうし、あるいはこういうのにまとめるのもすごく難しいです。昔より、昔の方が楽です。内容ってもうなんだろうな、もう本当に骨が書いてあったっていうだけなんで、まとめやすかったです。今まとめにくい、すごく。ダオ本って。そうなってしまってるってことだよね。でもこれ読まないで受かるってことは、基本的にないと思った方が良いと思います。でも、一語一句たがわず読むってことは必要性全くないからね。うん。あるいは条文の素読って皆さんやってるのかな。素読。それはね、素読はね、相当できるようになってからやるべきなんです。素読って。最初からやったとしたって絶対潰れます。読めるわけないですよ。これ暗記したって意味がないから、できるとかしなければいけませんってあったりしますよね。主体は長官か審判長か特許庁長官、まあいろいろありますよね。あれも全部意味があるんだよね。意味あって場面想定できて読めるんだったらよしね。で、そうじゃなかったら寄ってもこれは意味が全くないわけですよ。で、その時に使うのは何かというと、本当は言ったら過去問ですね。担当の過去問。あれは一番よくわかるんですよ。だって立体的だもん。具体的だもん。で、それを単に条文単位で解いて丸バツでやってるだけだったら意味が全くないわけですよ。あれは言ってみたら貢献解釈文ですよ。アオ本とあと過去問ってやつです。あれが一番これ分かりやすいですよ、内容としては。で、場面想定ができてって話が絶対できるのね。何千種丸ではないですか、担当過去問って。で、そうやって使ってますかね。単に丸バツってやって喜んでるだけだったら絶対これはうまくいかないんだよね、本当はね。和田正に書いてあるんだ、やったんだ、丸、×ってやってるだけでは意味が全くないわけですよ。見て、場面想定して、似てる問題ってこういう問題があって、発生する問題こうあってっていうのが分かるようにならないと、実は全く所属したって、過去問を解いたって意味が全くないって話になるからね。論文もこれ同様です。同じです。同じです。同じです。ここはね。で、あと2番で、音で学習することの重要性と書いてあって、これは青音解釈手段の方なんだよね。追求ではない方。音。私は音でずっと勉強しておりました。多分前職知ってるかと思うんだけど、大日本という会社にいましてね、印刷会社の方です。めちゃくちゃ忙しいわけですよ。で、まず帰れないってやつね。その日には。翌日に帰るんです。夜に帰るんです。そこから約2時間かけて帰るんです。で、どうやって勉強してたんですか、先生は。いつも言われるのね。ずっと私が帰るまで、聞いてました、これ。倍速で。約2時間かかるんで、かける往復で4時間でしょ、4時間でしょ、8時間勉強できたってことね。そこだけで、それは勉強と言っていいのかどうか分かんないけど、遊びの勉強ですね。で、そこで気づく問題ってあるわけですよね。あ、この問題って分かんなかったよな、ないしはこれって分かんなかったよな。だからインプットできるやつっていうのは、なんだろう、知識重視ってものはこれインプットができます。でも論文系はこれ難しいですよね。論文系だったら論点こうだこうだっていうんだったらこれは入ってきます。でもそうじゃなくって、問題があってこう解くんですって言ったってちっとも頭に入ってこないからね。一番入ってきやすいのは、そうですね、担当系のやつか、ないし青本系のやつか、さまざまだったら入門系のやつかじゃないと頭に入ってこないですよ。これ繰り返して聞いてましたね。くる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 聞いてましたね。来る日も来る日も聞いてましたね。で、当時はね、うちの先生がやっていた条文テープってあったんですよ。うちの先生所長ね、やっていたものがありまして、これもよく言うよね。100巻ぐらいあったかな、90分テープでね。あれを年間に30回以上聞いてましたね、毎年毎年。でも何言うか分かんのね、もうこの瞬間で。場面これ分かるわけですよ、場面も。台本のテープ同じように聞いてました、買ってきたやつと。あ、こういう風になってるんだっていうのがパッと分かりましたね。で、それが聞くようになると分かるんですけど、音で聞くって絶対これ重要なのね。特に皆さん社会人でしょ。この試験の一番の特徴は何かっていうと、学生ではないってことです。まあ、前やっていた試験は学生中心ですので、司法試験って。時間たくさんありますよね。で、あとほら、なんだろう、学生だから、プレッシャーないでしょ。親からお金をもらって行ってるっていう人は大半でしょ。大体はね。まあ、そうじゃない人もいるかもしれないけど、結構いるわけですよ。でも今っていうとほら、自分で仕事をして、仕事が終わってから勉強しって話になると、結構プレッシャーってないですか？疲れるでしょ。すごく。で、年齢も重ねてきちゃうと、学生と違ってすごい疲れますよね、うん、私よかったのは30代の初めだったけど、勉強したら28からやったんですよ。で、4年だったんで32かな、受かった年が。で、今から22、3年前なんで、今50、今度5になるんですけどね。で、その時から比べると今相当疲れますね、喋ると。23とか4とかね、ないしは32、3の時は全く疲れなかったですよ。やっぱ疲れますよね、頭ってすごくね、うん。
で、その時に、なんだろうな、ながら勉強って絶対これ必要なんですよ。ながら勉強。で、それがずっと私は聞くっていうのを作業でやっておりました。で、それが、アホン解釈指南なんでしょうね。だけど、それってあくまで流れ勉強なので、実は机でやる勉強も絶対必要です。じゃあ、先生はやっていたんですかっていうと、やっておりました。私は夜型では全くないんです。夜は弱いんです。だって12時になると眠くなるんですね。皆さんどっちですかね？朝型？夜型？夜型？朝型？人によって違うけどね。僕は朝型なんですよ。朝はめちゃくちゃ強いんですよ。朝が。うん。で、血圧は低いんだよね。90の70ですから。そこら、起きれないっていうんですか、なかなか。関係ないのね。朝すごく早く起きるんですよ。で、睡眠時間3時間でもいけるんですよ。で、5時に起きて、7時まで勉強して、そこから DLP に行ったんですよ。2週間かけて。で、それを毎回やるんですよ。繰り返しやってるのね。で、やるようになると、集中しますよね。で、机でやる勉強は、こういう、なんだろう、これ、まあ、これはレジュメになるけど、これの中のやつを見るってことね。チェックしてました。で、その一方で、あとは聞きながらの勉強って、これまた別にやっていたんです。そうじゃなかったら選択まで含めて受かるわけないですよ。当時は3科目選択だったからね。で、私文系なんで、受けたのは憲法、行政法、刑訴っていう科目なんで、かける2科目、かける2通書くのね、当時って。6通書くんです。となると、相当な量でしょう。じゃないと、これ、そうだとならば、当然、なんだろうな。ながら勉強と机の勉強を分けてやっておりました。ここはね。で、皆さんはどっちなんですかね。ながら学習なんでしょうかね。で、ある程度ながら学習ができないとダメなんだってことになるかと思うのね。で、アホン解釈する、理解するツールって書いてあって、2ページの方。で、これいくつかありまして、当時作ったのが、今から約22、3年前です。当時作ったのが、これ、タントアドバンス。第一版、これ私が作りました。うん、で、多分今のレクの教材ってそこから全部派生してるんでしょう、うん、いわゆる青本が入っていて一冊全部これ集約しようと思ったんですよ。青本が入っていて教務書が入っていて過去文が入っていて条文が入っていて一冊で完結するってものを作ったんです。当時なかったのね。だからアドバンスって名前つけたんです。前進ってイメージつけたんですね、当時ね。それが今から約20年ぐらい前ですよ、うん、あとこれ担当だけじゃなくて、論文アドバンスっていうのがありました。論文アドバンスっていうのがありました。これ一行問題なんですけど、今年の論基礎は、これは極めて良いです。今までの論基礎は、クソみたいなもんだな、あれ。はっきり言って。一行レジュメって。今のはいいです。今年は相当改定されてるんで、すごくいいです。あれは使いますね。今年のやつは。相当使えます。うん、一行問題、一行レジュメって使えないと思ってるでしょう。あれは、本当は担当に使えるんです。今のって。ね、担当は点の勉強。で、論文一行レジュメって面の勉強なんです。誰さえ見てしまったら、制度ってパッと見たら一別でできるようになってるの。誰で勉強してますかね。あれ全く使えないですって2チャンネルで書いてる人いるけど、これはどうかなって思いますよ。勉強の仕方分かっていないかなって思います。実際上。使えますよ。あれば。ただ使い方が全く違っちゃってるんだよね。荒暗記して論文でどうにかなるかっていうと、なりません。ならないんだけど、定義、趣旨。まあこれは絶対出ますよね。ないしは、あとはそこに書いてある中で、担当に使えるってものがたくさんあるんだよね。原則例外効果要件で全部書いてあるではないですか。でそこからこうなるんだってもうね分かるようになるとパッと、まあ、目で見た瞬間に精度で解けちゃうってことになるわけね。でアドバンスはこれは点で解いてるんでしょ。何条何項何号はこう書いてあってこうなってるんだってなってるだけですよね。僕はね、はい、で当時作ったのはこれとあと担当アドバンスの基礎編ってあったんですよ。基礎編と聞いたことないですよね。基礎編って。それが今やってる入門の、なんだろう、テーマ別インプットってやつですかね。あれなんですけどね。入門講座の単元に合わせて、アドバンスって作ったんですよ。で、あれが今やってる入門講座の中身になってるわけね。うん。だから担当って、昔はこの2つでやっておりまして、あと今日問題は担当過去問と論文的解釈手法で私は解いておりました。どうしようね。うん。で、本年度の講座で何をやるのかってことね。まあ、いわゆるこの、講座ですよね。アホン解釈追求ってところで何をやろうと思ってるんですかっていうところですけどね、うん、一つはまず特許法ね。特許法は本試験のこれ論文に対応できる力をつけるんだと思ってます。で、どう書いてあるかというとこれ特許はちょっと独特なんでまず問題の素材って全部これ振り振ってあります。所在といわゆるほら担当を論文的に解けるのが一番良いんですって私言ったではないですか。
だけどそれってできるんですかというとできないんだね、なかなか。で、私は一応やったんですよ。で、なんでできたんですかと言ったら、前にやったことがあるから、別の試験を。だからできたんだと思います。それは前提がないのに、やったって多分できないと思うんだよね。この問題はなぜ出た？なんでこういう結論になるか？一般法から言うとこうなって、従ってこうなるんだって全部書いたんですよ。で、これ一個一個解いてってやると、何やっても解けるんですよ、担当って。で、数秒で解けちゃうのね。論文もこれ見た瞬間に浮かんでくるんですよ、挙げる項目って。これとこれとこれ。これ書くと何点、これ書くと何点、分かるんですよ。うん。で、そうなっちゃうと強いですよね。だから特許はそういう形で書いてあります。第20版中心にこっちが書いてあって、読みは改正になるとはねって思っていたんで、こっちは改正に対応されておりません。20版中心に書いてあります。特実はね。で、この一方で、衣装はもう改正です。商標も改正です。改正されているものが書いてあります。改正になっておりまして、うん。これは、本試験の論文、漠然とした問題に解けるようにというと、あと旧試験に出るって、まあ、遺書は、まあ、そうなってますね。今の論文って。漠然でしょ？極めて。一つの遺書って一体何ですかって、去年聞いたではないですか。何を聞いたんでしょうかね。あれね。一つの遺書でしょ？まあ、ここに書いてあるけど、この問題だよね。遺書において一つの遺書として、認められるものを、遺書二条をその他の条文に照らして説明せよって書いてあるよね。うん、第2条から書いてあるんですよ。2条ってわざと書いてあるんですよ。1章1節間って書くんですかね。一つ2章といったら1章1節間ではないですか。でもあれ経済産業省令で決まってるんだよね。本法上の問題ではないですよ。1章1節間って。じゃあ2条1個のところで1章1節間って書いてありますかね。どこにも書いていないですよ。じゃあなんでそうなったんですか。ないしはこれからどうなるんですかってことを含めて書いてもらいたかったんではないですかね。試験は多分。じゃなかったら2条1項で多分2条からって多分書かないと思うんですよ。定義から書けっていうことは。おそらくね。これが第一ですよね。第一。で、改正されるんでしょ ?7 条って。されるということになってるんでしょ。それを聞いてるんだよね。で、あるいはですね、これ、あと配点40点もあって、40点で何を書くのかっていうところありますよね。40点で。遺書の場合は特に配点書いてるよね。何点。何点って。証明が60点で、証明1が去年40点だったはずです。で、これ、レクでもほら、スタッフで受けますよね。受けて、すぐ来るわけですよ、問題が。40点もあるって書いてありました。40点もあると。何書いていいのか分からんってやつね。で、これ見えましたよ、見たときに。ああ、こういうことを聞きたいんだよな、試験員はねってやつです。で、なんでこういうふうに断ってるのかなってことまで見えましたもんね、そこはね。だそれは、アウフォンとかね、ないしは、まあ、立法の経緯、うん、で、あるいは、これからの改正の経緯って分かると、多分解けたはずなんだけどね、おそらくね。で、遺書の定義についても、これ、昔はこうだったって、多分書いてありますよ。今と違って、物品との関係がかなり規約だったんだよね、対処法、明示法って。それも全部書いてありますよ。うん、で、そんな規約だったんだけど、明確にするために、審査の便宜のために、経済産業省令で書いたんだってことになってるんでしょ。そういう前提があるならば、どう書くべきかって多分分かったやつなんですよ、この問題って。で、あるいは、29年のこれ論文の本試験ですよね。遺書法上の物品について説明せよとか、なぜ物品問われたんですかね。定義がないから、これもあるかもしれないけど、物品じゃない遺書ってできるんでしょ。新しいタイプの遺書ですよね。うん。建築とかね、ないしは画像の衣装ですよね。できますよね。できる。だからこれ聞いたんでしょ。物品とは一体何か。で、衣装物品だけでいいのかってことでしょ。多分。そこまで書いていいのかちょっと分かりませんけど、問題、いわゆる配点との関係だよね。約20点ですから、そこまで書いていいのかっていう問題ありますけど、多分それも含めて書くと相当いきますよね。まあ、それはある程度、写真しながら書くんでしょう。精密しながらね、書くんでしょう。ただ、なおって一言書くのはいいかもしれないね。私は、なおの達人だったんですよ。なんか、なんとなく、たくさん書くってイメージあるでしょ。たくさん書きますよ。回答を出すときは。だけど、実際の本試験の場合はっていうと、そんなに書きませんでした。まあ、筋書いて、最後になおって全部入れるんです。なお、なんとかである。なお、なんとかである。加点です。狙っていくんです。そこで。基本的なことは絶対落とさないんです。そこはまあ書いた上で、なおって書くんです。こうである。なおこうである。なおこうなるんだって書く。
と加点なんですね。加点。これ加点狙ったっていうやつですね。で、そういうやつをね、そういうやつを習うといいんですけどね、習い方としてはね。形って本当はそういうことを言うんだけどね、ボールの型っていうのは。で、一番やばいのが型を覚えてしまったんで失敗したっていうのは去年か一昨年の問題でしょ、一生。140-3はコールしなくても良い。無効審判書かなくても良いって思ってしまった人が結構いたらしいのね。うん。でも違いますよね。だって配点が60点もあったんだもん。60点あって、29条と29条の2だけでいいわけないに決まってるではないですか。論点2つってことはないよね。どう見たって。だったら無効審判って書きますよね。もしどうしてもだよ。これ、まずいんだったら、私はちゃんとして断って書きます。140-3は、できないと書いてあるけど、無効審判について書いていませんので、無効審判については請求できると返して、私は書きますって書きますね。書くときは。これは論文の作法です。旧司法試験でも習いました。そのように。書けと。そうやって。断ったら絶対これは反論はできないと言われたもんなんで、書いたもんです。そうすると絶対反論できないですよ。140-3は、書いてはいけないと書いてあるけど、無効審判については触れていないので、無効審判できると思って私は書きましたと書けば、全くこれ反論は余地が全くないです。無効としては。ないです。それがあったら2つの論点で、60点で終わるわけないでしょってことになるよね。すすいとはになってしまいます。絶対。なってしまいます。あとですね、これ平成30年のこれ問題でありまして、これ三条理工ね。三条理工について緩く解釈すべきなのか、厳格に解釈すべきなのかっていうところだけど、これはここに書いてあるわけではないんだよね。判例です。商標的、商標のこっちのねじめは、判例結構書いてあります。判例結構書いてあって、緩く解釈する立場は、こういう判例が昔あったんだ。第12版までは、厳格に解釈しておりました。厳格に解釈すべきだって判決があって、いずれも書き写しです。あって、で、それは、12班まではそうなっておりました。審査基準です。でも13班、14班から変わったんだよね。審査基準って。緩く解するんだって変わったんです。それはコーラの事件とか、あずき場の事件が出たんで、変わったんだって話になってるわけね。で、それを書いてくれませんかと言ってるんで、書けばいいわけでしょ。知ってれば。判例知ってれば書けますよね。また審査基準の変遷と、分かってれば書けたはずなんです。なんでそうなったのかってことが分かってれば、書けたはずなんだけど、多分、考えていなかったのかなという感じはしますけどね。ここはね。で、あるいは、29年の論文の本試験で、これ5年経過した後でも、143はできるんですかって、これは今、エマックスっていう事件ですよね。なんだけど、エマックスの判決を見たって、ダメですよ、これ。是非論ですから。是と非って書いてあるんで、両方これ、極端の見解を書くんだよね。極端の見解。最高裁は中庸の見解でありますので、それ書いてもダメです。ダメに決まっています。逆の見解か、逆というか、真っ向にこれ対策説って知ってないと書けないんだよね。で、これ、商標はたくさん書いてあります。説としてはこうなっているとか、遺書も書いてあります。説としてはこう書いてある。ね、だって、第一条のところだって、今、説はたくさんあるではないですか。創作説、混同説、事要説、修正混同説、趣旨ありますよね。第一条と産業の発達との関係と、あるではないですか。だけど、いずれもすべて、なんだろう、物品中心だったらそれは言えます。だけど今、物品中心じゃない遺書も入ってくるんでしょ？建築、画像。言えますかね？うん。住設建築書に言えますかね？物がたくさん売れてって言えますかね？言えないでしょ？絶対に。画像もそうだよね。ないしは内装ってありますよね。内装。内装は建築の一部ってことになってるけど、あれ分かれてるか法案関係になってるからね。建築があって、画像があって、物品がありますんで。二条一個って。内装はこれ別になってるよね。8条の2っていう条文になってます。内装って。建築の中に入ってるんでしょ？包含されてますよね。新法を勉強しなかったらまずいですよ。相当これめんどくさいんで、改正法って。関連書とか特にね、今日やりましたけど、すごくめんどくさいのね。関連書も本書はこの複数できてってことになるので、できてしまってってなるんで、結構めんどくさいですよ。改正部分って。で、何言うかなと思ったんだけど、いわゆる、そうですね、そうなってしまっていて、説が分かれるところとか、ないしはこういう問題、これは説明しております、中で、こうなってるんだ、論文だったらこう書くんだ、で説明しております、これが全部この中に入ってるってことになっておりまして、なんだろうね、正直言うと、青本の解説なんだけど、もう一回アドバンスを作り直したってイメージですかね、アドバンス、再度、自分で作り直したっていう感じね。
相対で変わってしまったんですよ、アドバンスって。私の手から離れてしまってるんで、著作権譲渡しちゃってるんで、レックの方に。あともよくあれ、勝手に直しちゃってるだけね。で、自分の思想反映も全くないですよ。一般的なこと書いてるだけってことになってるんで。で、こっちの方はそうじゃなくって、ある程度自分で好きな、好き勝手に書いてますからね。で、もちろんこの記載はこうなっていて、担当はこういうふうに出てきてるんですとか、論文はこう出てきてるんですっていうのは書いてあります。だけど、それ以外のところもあるじゃないですか。これが、例えばこれですよね。30年のこの本試験。これってここに載ってないですよね。判例だもんね。全部。ないしは審査基準。判例によって変わったっていう部分ではないですか。これ2つ判例挙げております。両方とも。で、こうなってる。現在はこうなってるんだと書いてあります。いつでも。だから大体見れば解けるようになってるんだけどね。とか見ればね。うん。で、あとは、遺書は改正法によってます。でもちろん記載は、20版でやっておりますんで、そっちはそう書いてあるけど、新しい条文こうなっていて、なんでこうなってるかって理由を一応書いてあります。で、一番先に多分一章で改正触れるのはこの講義ではないですかね、多分。あとは商標もそうでしょう。なんで損害賠償ああいうふうになったんですかっていうのを触れるのもこの講義でしょう。あれ昔から判例が2つあるんだよね。うん。120条1項で額は控除されましたと。額控除された場合について、いわゆるライセンス料相当額って求償できるんですかって言って説が分かれております。昔々は当然できるんだって言っておりました。でも直近はというと、できませんってなってる説が結構あるんだね、判例が。で、分かれてるんです。で、今年試験の多分これは一つのポイントでしょうね。出るかもしれない。で、来年度はっていうと、これはできるんだに変わる予定なのね。変わります。変わります。できるんだに変わるんです。で、それも多分話しますよ。なんでそういう判決が出たんだと。二つあります。商標は2つあると。まあ、特許もそうですね。まあ、特に特許ね。特許は2つあると。2つあって、120条1項で控除ってするじゃないですか。額を。実質相当額を超えてしまった場合については、額を控除しますとか、代替品があれば、額を控除しますってあるではないですか。で、額が控除したら、100万しかないんですよ。でもね、実質のライセンス料相当額は300万あったんだっていう場合については、300万を求償できますかっていうと、これ、説が分かれるんだよねってなっています。できるという立場と、できないという立場にこれ分かれております。なんでそうなったんですかってことについて説明してるからね、中で。で、今回の改正で、そっちはできるっていうふうに変わったんだって話になっていて、さらに何項はこうなってる、TPP でこうなってるって書いてあります。で、それがこのまあ、講座の一番いいところなんでしょうかね。割と、フレキシビリとか自分の見解に従って書いてますんで、誰からも問われてるわけではないってことね。そういった意味ではね。だから説明しやすいですよ。自分で作ってますから、全部。1から10まで。自分で作ってるんで、説明しやすいですよ。アドバンスはっていうと、説明しにくくなっちゃった。はっきり言うと。もう自分で作ってないから。なぜかって言ったら、それは。もう他者のものになっちゃったってことね。だいぶ形も変わりましたよ。でもこっちはそうではないってことなんで、説明しやすいですよ。すごく。こういう判決もあって、こういう事案についてはこういうふうに説明するんだとかね。もう決まってますんで、説明しやすいですよ。極めて。まあ、それか、あるんですっていうのはこの講座ですかね。だから、なんだろう。解釈したんていうのは、聞いてもらいたいんですよ。ながら勉強です。あれば。ながら勉強です。で、こっちの追求といってのは何かというと、実際と机に座ってやるっていう、これ、内容ですかね。できたらね。机に座って勉強するっていう内容です。で、よく考えてもらいたいのね。場面とか含めて。アホにこう書いてあるんだけど、こういうことは担当でこう聞かれてるとか、論文だったらこう聞いてるとか、ないしは、あと判例についてもこれ挙げています。論点もそう、挙げています。うん。あと今回の改正法の問題点も挙げています。こう書いてあるけど、これはちょっとおかしいんではないですかってことも書いてあります。まあ、それも見てもらいたいと思ってるんですね。衣装とか、あとは商標もそうですかね。そっちはもう全部改正法に準拠しってことで書いております。私の方でね、書いていまして、今分かっている範囲で私は説明しているつもりなんで。で、もっとすると多分改正文が出てきて、もっと詳しい説明って出てくるかもしれないけど、今分かっている範囲ではこれしか分かりませんので、分かっている範囲で説明しています。でも多分当たってると思うんですよ。その内容で。おそらく。うん。ということで、なんだろうな。この講座は、一番最初に、なんだろう、改正を学ぶっていう講座でやって、かつ、究極的っていうのは一番最後の講座でもあるんだよね。アウコンで一番最後にこれ、勉強すべきものでしょ。読むって。これ最初に読んじゃうと、やけどしますよ。私もやったもんね。最初に。だって書いてあるもん。合格者が。読めばよいって。
で、全く分かんなかったですよ、読んでも。これもやめた方が良いなっていうのが本当のところね、思ったけど。だけどこれ、噛んで説明してくれるとよく分かるんだよね。ぜひそうなってもらいたいなと思ってるのが、この講座の骨子ですって話になります。ね、で、おそらくこれ、改正版が出た段階でもう一回再収録になると思います。改正版が出た場合について、もう一回再収録ね。改正版ではこう書いてあって、こうなってるんですと。それまで、まあ、これ一応説明しておりますんで、もう遺書法。まあ、来週からこれ収録に入るんだけどね、遺書。特区実は終わりました、もう。で、遺書はこれからってことになるんで、遺書処理はこれからやるんですよね。まあ、そっちは改正法に従ってやるってことね。5月になって決まりましたんでね、もう。そっちでやるという構成でやっております。ということなので、まあ、一回はアホを読んでみたいなっていう方ね、毎週は、なかなか点数が伸びないなっていう方は、一回受けたらどうかなっていう気はしますね。私も、4年目でこれ開眼しましたからね。皆さん何年目で開眼するかなっていうところだと思います。早いか遅いかって、これ人によって違うんだな。全然ね。私は4年目でした。来たのは。で、早い人は当時もやっぱ2年で受かる人いたからね。1年はさすがにいませんでした。当時は。2年です。早くても。で、すごい早いなと思ったもんですよ。100人自体ね。2年という人がいまして、すごいなと思ったことがあります。で、同じゼミでいて、2年で受かった人がいてっていうのを言ってね、すごくびっくりしたもんですよ。選択もあるでしょ、当時は。で、2年で受かって、わ、すごいなと思ったことがあったけどね。で、私の場合は5年かかりましたので、5年目で受かりました。受かったのはね。で、当時は平均です。5.6 年なんで平均です。平均的な受験生となっておりますので、で、皆さんはどうなのかな、平均的なんですかね。何しろすごく頭がいいんですかね。そこが頭がいいんだったら、私のやり方は合わないかもしれない。それはね。でも一般的な受験生だったら、多分合うと思うんですよ。一般的受験生。あとね、そうですね、なかなかいろんな講座を取っても脱却できないという人がいますよ。特許の中身がよくわからないとか、意思をわからないとか、商標わからないという人ね、たくさん入門講座に来ます。うん。一番自分の入門講座ってそういう人多いのね。もう一回来るとして来るんですよ。で、来ると、なんかわかったって書いてくるんですよ。で、受かるんだよね。そこね、だから基本っていうのを教えてるんでしょうね、内容としては。で、それはこれ多分青本がベースでやってってこともあるだろうし、教科書がベースだってってこともあるんでしょう。基本書と当時の受験生なんで当然読んでおります。あとは担当の過去問題約30数年分やってますんでね、当然。あと論文もそうね、解いてますんで、だからでしょうね、こういう傾向になってるんだってことでしょうね、ということなんで、もしアホに興味がある方は、ぜひやっていただきたいなと思っております。あとは、そうですね、皆さんの、質問に個別に答えたいと思ってますので、全体この辺で終わりたいと思っております。じゃあ、お疲れ様でした。